そうですね、私たちあのシャツもパンツもパンツもはい同じです。同じです、リンクコーデをしております。そう、そしてどうしました？ちょっとリンクコーデに積もってしまいました。笑うとこ一個もなかったんですけど。大丈夫かな？すいません、大丈夫です。スタートから大丈夫かな？はい。今日ですね、私たちあの2人とも着てるこの上下なんですけど、どちらもセットさんのアイテムになります。嬉しいよ。お二人とも爽やかな着こなしです。そうなんですよ。そうなんですよとか言っちゃったけど、あの本当にこれですね。あのこのまずシャツのお名前がラムネシャツっていうね名前で、なんともね美味しそう、本当清涼感が、はい、あのなんか唾出ちゃうみたいな。出さないでくださいね。喉乾いちゃうぐらい、なんか今本当に喉乾きました。すごい炭酸が飲みたくなっちゃってね、今日帰りあのなんか買っちゃうんじゃないかなっていう。買っちゃうかもですね。そうですね、あのその名もラムネシャツというシャツを着ております。はい、でパンツもですね。後でしっかりご紹介しますけど、パンツも同じセットさんの、あの、ユーティリティシリーズの中の、リネンワイドパンツを合わせております。で、あの、結構ね、やっぱりゆったりした、あの、セットさんって、あの、マーケットジャケットとかですね、シャツとかも割とゆるっとした感じが多くて、パンツも割とゆったりめなので、本当にリラックス感のある、ゆるっとした楽チンコーデになっております。結構コメント最初の方、私携帯繋いでなかったんで、助かるなと思って京都から見てますよ。京都あら、トナさんどうしました、どうしましたって何ですか。いいですね、最初のコメントがちょっと見れなかったんで、こっちでちょっと見せていただきます。羨ましい、美味しそうなシャツね。そうなんですよ、美味しそうでしょ。美味しそうでしょ。いいですね、皆さんなんかお出かけされてる方もねいらっしゃるんですね、うんね、でもやっとゴールデンウィーク終わってお家でゆっくりという方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか、うん、ということでね、はい、このラムネシャツからしっかりご紹介していきたいと思います。はい、読みます？あ、じゃあラムネシャツ行ってみますか。はい、行ってみますか。店長がいつもね、はい、私が言うから丸投げするなって、はい、こちらラムネシャツですね、はい、マルチストライプのゴム袖のスタンドカラーのシャツになってます、はい、襟かわいいですよね。かわいい。爽やかな色合いのストライプ地のスタンドカラー仕立てのシンプルなシャツなんですけど、はい、小袖で身幅を少し広めに取ったボックス傘のシルエットになってます。はい、いいですね。着丈は前が少し短めになっていて、ワイドパンツやスカートとも合わせやすい着丈で、はい、前を開けて羽織としても着用していただけるデザインになってます。はい、お色味が店長が着てるライムですね。ライムですね。かわいい。私が着てるサックス、はい、ちょっとブルーのシャツですね。サックスは本当ラムネって感じしますよね、はい、こんな感じの色ですね。店長も近くでストライプの配色よかったら、はい、こんな感じライムとちょっとベージュっぽいですよね、うん、こっちですね。このなんかこっちブルーな、ブルーじゃない、サックスの方が割とストライプがはっきりして見えるような印象ですよね、うんうんうん、でもこれもすごい爽やかな色なんですごい着やすそうですよね、うんうん、めっちゃ着やすいです、うん、やっぱりこの髪だけですよね、はい、いいですね。ここがもう肘がしっかり、うん、山田さんも私手がめっちゃ長いんでちょっと覗いてます、はい、あ、ちょっと覗いてます。すみません、私もお見苦しい、はい、いやいや、でもギリギリ大丈夫ですよ、はい、お見苦しさがこの間ね、あの、はい、上の長さ選手権したんですよね、はい、私大坪さんとちょっとしか変わらなかったの で、はい、でね、手はちょっと長い、身長が5センチぐらい違うんですけど、手は2センチ、そうですね、もうダントツ私がやっぱ負けはしましたけど、店長はもう萌え袖部門第1位ですね。何でも萌え袖みたいな。いやでも私もそんな手は短くない方だとは思うんですけどね、腕は長いんですけど手がちっちゃいんですよね、手がもう本当に、そうなんですよ、キッズの毛みたいな感じになっちゃいますね。そうなんですよ。でブランドがセットさんで、はいはい、着丈の方、あ、着丈とかは言わなくていいですね。綿 100% お素材になってます。サイズがフリーサイズで手洗い可能になっております。はい、今日日本製ですね。で金額の方が税込みで 18,700 円となっております。これね、なんか本当この隠しボタンがね、また一番上だけこうボタンがあって、ここから下はボタン隠してあるんですけど、ちゃんとねここが全部開くようになってるんで、ちょっと前開けてみましょうかね、うん、よしよし腕長い選手権笑い腕の長
さんもね、競い合ってみたんですけど。そうですよね。ラムネシャツの名前が可愛いですね。可愛いですよね。パンツ楽そうですね、涼しげ。パンツもご紹介しますよ。じゃーん。ね、ちょっと、うんうん、はい、この見たことある方多いんじゃないですか。見たことある方、これも、これいつだったかな、うん、ちょっと前に。ロングライブでね、ご紹介しましたもんね。はい、そうそう、虎ノ井さんの T シャツですね。割と、ナチュラルなコーデだったんですけど、虎ノ井さんを着てみました。かわいい。隠し虎ノ井ですね。隠し虎ノ井さんです。でも、お色はちょっとこのカーキにしたので、この T シャツも若干ナチュラルな雰囲気を、お色味では出しております。こちらもオンラインに掲載しておりまして、もう注文入ってるんですけど、こういうカラーリングで、他のカラーもございますので、よかったらチェックしてみてください。ちょっとこれは多分コンパクトな作りになっていて、肩もセットインスリーブではないんですけど、若干落としてるぐらいの感じになってるので、比較的こういうワイド系のパンツだったり、スカートとバランスは非常に取りやすいかなというふうに思っております。かわいい。かわいいですよね。今日はありがとうございましたっていう方がいましたね、最初の。あら。あら。違いますね。違いますね。ありがとうございます。あ、待って、そうですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。お気に入り様ですね。危ない、見落としたところでした。一番最初、嬉しい。ありがとうございます。先ほどね、もう絶対コメントしてくださいね、強要するっていうね、圧をかけてね、圧をかけちゃいます。しかもたくさんしてくれてありがとうございます。嬉しい。あ、トランドの T シャツ、羽織でも素敵ですねっていうコメントいただいてますね。やっぱりここにバーンとロゴがあるので、羽織った時にちらっとね、この見える感じが素敵ですよね。ただまあ、こう本当に文字のロゴっていうよりかも、ここにピーッとね、このテープっていうんですかね、なんていうんですかね、こう半分しか文字が見えないようになっているので、ね、そうなんですよ。ちょっとかっこいい感じで着ていただけるんじゃないでしょうか。ですね。じゃあパンツの、はい、パンツも説明します。私が言いますね。じゃあ前はあ、すいません、普通に撮っちゃいました。前説明します。めっちゃカメラに慣れてない人で、そうです、ね、前を読み、後ろ通れって話ですけど、ね。じゃあ、あと次がパンツですね。はい、こちらリネンワイドパンツと言います。はい、これはいい、ね、ブランドがセットさんのちょっと違うやつですよね。はいはい、そうですね、ユーティリティシリーズになってます。結構やっぱ実用的なアイテムを何でもらってるんですか。いや、私が英語が自信ないなと思ったら、すかさず言ってくださったので、はい、もうすごいこう言えよっていう目で見てたので言いましたけど。ありがとうございます。実用的なパンツのシリーズを作ってらっしゃって、はい、で、結構お値段がね、ここのそのユーティリティシリーズは割とパンツの割にはね、はい、お手頃ですね。税込みで15,400円です。はい、そうなんですよ。これは朝100のリラックス、言えなかったリラックス、ちょっとリラックスしたシーンってことですかね、うん。リラックス感があるな、ワイドパンツになってます。ウエ、はい、ストはゴムで紐で調節ができ、はい、履き心地もゆったりと履いていただけるワイドパンツです。はい、朝 100% のドライな生地は夏場涼しく着用いただけます。朝素材ですが、ご自宅でお洗濯もできるので、今からの汗をかく時期にもぴったりです。本当に裏地もね、裏地くんなんか私のお尻が横切りましたけど、すいません、お尻を見つかってしまいましたね。はい、これなんかですね、裏地が一応ここに、はい、あるんですけど、うん、もう本当にサラッとしてるので、多分私感じないですね。そうですね、全くないです、はい、本当に私多分今何度もね、インスタライブで言わせていただいてるんですけど、ツルツルの裏地がもう苦手で、じゃあ、アザのちっちゃい、あ、アザありました。あ、本当よくぞ、私は気づきました。誰かもすごい見ていただいてチクチク感ありますか。チクチク感全然ないです。そうなんですよ、本当なんかこの裏地がですね、サラッとしてるので全くチクチクはしなくて、確かに、それないですね。そうなんですよ、その朝の特有の感じは全くないです。本当そのツルツル裏地だと私ちょっと苦手なんですけども、これはサラッとした裏地になってるので、本当に楽ちんで、ナチュラルコーデとかですね、ちょっとこうエスニックっぽい、ね、夏のコーデとか合わせていただいても可愛いんじゃないかなと思います。入
履いたまま本当寝れそうなんですね。そうですね、はい、柔らかい朝ですね結構。そうですね、かなり柔らかい朝に履き込んだ朝みたいな感じの柔らかさ、うん、確かになんかめちゃくちゃもう洗いましたっていう感じのね。そうですね、でもうシワはですねやっぱりちょっとあるんですよ。あの、うん、これはあのリネンなのでどうしてもこのシワ感はちょっとね、こっちの色だと分かりづらいんですけど、やっぱり私の履いてるお色味だと、うん、あのナチュラルな色なのでちょっとシワ感は分かるんですけど、もうこれは麻なのでこの風合いを楽しんでください、うん、このナチュラル感がいいと捉えてこのまま履いていただければいいんじゃないかなと思います、はい、かっこいい感じですが女性らしくて素敵です。ありがとうございます。今日お店に行ったんですが見かけませんでしたが、はい、まだ入ったばっかりだったんですかね、ストライプシャツ。これはトワミー側に実はあって、ね、今日もちょっと売れちゃったん で、 そうなんですよ、ね、店頭在庫はちょっと少ないですね。オンラインの方で買っていただくかも、気になった方はすぐお問い合わせいただければと思います、はい、リネン涼しげですねっていうのと、はい、ポッケはありますか。ポッケは後ろにございます。なんと横はないですね。見せてもらっていいですか。実は横はなくて、はい、この後ろのこの一個だけになってます、ね、大きいポッケが結構深めですよね、はい、そうですね、ぐんともう私の手はすっぽり携帯入りそうですね。携帯余裕だと思います。余裕で入りますので、ちょっとこの後ろを使っていただく感じになりますね、はい。でシャツも首は苦しくないですか、はい、どうですか。私は全然大丈夫でした。私閉じてなかったんで。見えます、はい、ちょっとじゃあ失礼して。なんでいなくなった。見えない。すいません。隠しっぽった。あ、確かに。ちょっと見えなくて。そうですね。すいませんね。目が悪いもんで。全然。カイホリお疲れ様でした。ありがとうございます。あの、一緒に行かれた方ですか、お仲間の方ですか。あ、そうなんですね。そうなんですか。首こんな感じです。そうなんですか。そうなんですか。こんな感じです。もう大丈夫ですけど、まあ多分私が実際着るんだったら1個開けるかもしれないですけど、全然閉じてても大丈夫です。洋服によって。ではないですか。そうですね。意外と大丈夫です。指がこれぐらい入ります。大丈夫です。はい。で、はい、ナチュラル感いいですね。スカートの場合はどんな感じがいいですかっていうコメントですね。あと後ろポケットかわいい、シャツに合わせるスカートの感じですよね、はい、あ、じゃあちょっと何がいいですか。すごくナチュラルに組んであれば、こっちにはない、あれがコットン、そうですね、あっちにあります、あっちにあります、はい、あ、色がちょっとこの色しか合わせていいですか。実は長間さんに合わせしてるのか、はい、これとかですね、うん、そうですね、メンデレオンの人気のスカートを、はい、私はあっちのやつです。はい、店長が今バルーンに走っております。少々お待ちくださいませ。こんな感じですね。これも結構皆さん見てらっしゃる方多いと思うんですけど、インスタライブでもちょくちょくご紹介しているラインのスカートですね。店長早く戻ってきてください。店長そういえばね、夏カイホリに行ってなんかマテ貝をたくさん取ってきたみたいです。店長の夏の夏じゃないけど、ね、情報あのマテ貝掘りを、はい、皆さんにおすすめしているという、はい、本当にね一緒に行って、スカート合わせも可愛いですね。楽しかったです。優しいコメントくださってありがとうございます。きっと私が早く戻ってきてからが強かったんでしょうね。履いてみます。あ、履いてきます、ね、履いてみちゃいます。でこれは、マオメイドさんの、これもコットンのスカートで、これはオンライン載ってないかな。長間さんね、そうコットンの、ちょっと張り感のあるスカートなので、これも割と本当ナチュラルな雰囲気でそのまま合わせていただけるかなというふうに思います。ナチュラルコーデお好きな方はこういうコットン系とか、まあ本当リネンのスカートだったり、綿レーヨンとかですね、少し張り感のあるスカートと合わせていただいて、麦わら帽子とかですね。麦わら帽子、あ、この奥にあるから被れないけど、帽子とかちょっと合わせていただくんじゃといいんじゃないかなというふうに思います。ナチュラル合わせがお好きな方はという感じですね。ちょっときれいめ合わせがお好きな方でも、少しつるっとした感じのまた人
ントグリーンの合わせになりますけど、こういう落ち感のあるスカートで合わせていただいて、少しこう前を入れていただいても可愛いと思いますよ。こういうちょっと柄合わせで着ていただいてもですね、あまりこうツルツルしてない方がペットさんのアイテムとは相性がいいんじゃないかなと思うので、もうナチュラルな感じだったり、コットンとかリネンとかですね、こう合わせていただくと可愛いと思います。あともう本当デニムとかでもすごい可愛いですかね。あ、可愛いですね。スタートもバッチシです。こんな感じですね。可愛い可愛い、涼しいです。スカートもね、なんか長野さんの身長あると本当に多分丈感が全く入れないで着ていただける丈になるので、うん、もうこのままトントンと着ていただいていいと思います。はい、は伊原さんスタイル良すぎ、何でもお似合い。ありがとうございます。どこまで呼んでるかわかんないですけど、夫が一人でマテ貝取り行きました。マテ貝を。もしや谷口さんですか。違いますか。マテ貝も最高ですよ。ワイン可愛いっていうのと、ありがとうございます。私にも可愛いって言ってもらいます。優しい。ありがとうございます。大好き。ね、こう出てきても可愛いので、はい、ワイド合わせもいいですし、スカートもですね、本当細身でも何でも合わせていただけるんじゃないかなと思います。はい、あ、長尾さん、ショッピー推しで。ショッピーから開かないんですよ。開かないから残念ながら、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私も好き。嬉しい。ありがとうございます。優しいですね。本当ですね、皆さん。会いたいですね。はい、今日ね、もう本当2人ともサンダル履いちゃって、はい、もう夏先取りコーデでね、はい、着てみました。本当リラックスして着ていただけて、やっぱこう、羽織で使えるシャツっていうのは、やっぱり今時期からですね、長く着ていただけると思うので、はい、大丈夫そうです。もっと暑くなってきて、ね、本当タンクの上に羽織で使ってもらっているとかですね。長くてこの肘が隠れる安心丈で、はい、着ていただけるので、はい、でもおすすめのセットさんの、はい、上下でございました、はい、ま最後までご視聴いただいてありがとうございます、はい、ではね、また、はい、来れる方はぜひ、はい、他にも遊びにいらしてください、はい、で次のライブも楽しみにされてください、はい、ではね、ありがとうございます。夏よ来い。夏よ